神様、今帰りました。おかえり、ベル君。今日は早かったんだね。はい、ちょっとダンジョンで死にかけちゃって。大丈夫なのかい？痛くはないかい？もし君に死なれたら僕はショックだよ。大丈夫ですって、神様。僕はヘスティアファミリア唯一のメンバーですよ。神様を路頭に迷わせるようなことはしませんから。よし、行ったな。なら大船に乗ったつもりでいるから覚悟しておいてくれよ。そうだ、今日は君に美味しいお土産があるんだよ。じゃじゃーん。どうしたんですか、そのジャガマル君。僕、最近ここの屋台でバイトを始めたろ。お客が増えたご褒美にもらったんだ。夕食はパーティーとシャレ込もうじゃないか。ベル君、今夜は君を寝かさないぜ。すごいです神様。それにしてもいないね。このファミリアに加わりたいって子は、僕が無名の神様だから仕方ないのかな。どの神様の庇護のもとでも、受ける恩恵は一緒なんですけどね。まあ僕はもうしばらく二人きりでもいいんだけど。いや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 、確かにベル君一人に負担をかけるのは心苦しいと思ってるんだ。気にしないでください、神様だって働いてくれてるじゃないですか。今夜こうして夕食まで調達してくれて。でもこんなことしか。せめて神の力アルカナムを使えればいいんだけど、下界では発動させないってルールがあるし。ごめんね、こんなヘッポコな神と契約させちゃって。何言ってるんです神様。僕たちのファミリアはまだ始まったばかりです。ここを乗り切ればきっと生活も楽になりますからね。ベル君、ありがとう。君みたいな子に会えて僕は幸せ者だよ。それじゃあ僕たちの未来のためにステータスを更新しようか。はい神様。ベル君、君は男女の夢を見すぎだよ。あんな物騒な場所に君の求めるような出会いなんてあるもんか。はあ。そのアイズ・バレンシュタインだってそれだけ強くて美しいなら他の男がほっとかないよ。お気に入りの男の一人や二人囲っているに決まってる。神様、なんだか怒ってません？怒ってない。どうかしましたか？いや、いいかいベル君、もっと周りを見るんだ。出会いはすぐそばに転がってるだろ。いや、君はもうすでに君を優しく包み込んでくれる素晴らしい相手と出会ってる。そうに違いないよ。そうでしょうか。ま、ロキのファミリアに入ってる時点でそのバレンナニガシって女とは結婚できっこないんだけどね。そんな女のことなんか忘れて、すぐ近くにある幸せを探すべきだよ。ひどいですよ神様。敏捷、結構上がりましたね。うん、ミノタウロスに追いかけられたせいだろうね。魔力はまだゼロか。僕、魔法を使えるようになりますかね。それは僕にもわからないな。あ、神様、このスキルの欄は？ん？ちょっと手元が狂ったんだ。いつも通り空欄だよ。ですよね。何か早く強くなる方法があればいいのにな。下界の子供たちは本当に変わりやすいんだな。普遍の僕たちとは全然違う。リアリス・フレーゼ。早熟する。思いが続く限り効果は持続し、思いの丈で効果は向上する。おめでとうベル君、君にもついにスキルが発動したんだね。でも悔しいよ、他人の手で君が変わってしまったことが。むむ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 む。うん。
行ってきます、神様。メル君の魔法。神様、これ間違ってませんか？熟練度上昇、トータル160オーバーなんて。ほら、1回しか攻撃をもらってないのに耐久値が30近くも伸びてますし、力も器用さだって、初めてですよこんなの。うん、か、神様、その、だから、なんで僕こんないきなり成長したのかな、なんて。知るもんか。神様、神様、神様、どこ行くんです？バイト先の打ち上げだよ。君は一人で羽を伸ばして寂しく豪華な食事でもしてくればいいさ。神様、なんだいベル君のやつ、あんなスキルを得たからってあんなに成長するなんて、そんなにバレン何がしがいいのかい。僕というものがありながら、ベル君一体どこへ行ってしまったんだ。一晩中帰ってこないなんて、まさかこのまま。あ、ベル君。ベル君。神様、僕強くなりたいです。いいかいベル君、今日はソファーじゃなくベッドに寝るんだ。怪我人なんだから遠慮するなよ。すみません、神様、僕もう眠くて。その代わり僕も一緒に寝させてもらおうかな。いいですよ、じゃあ一緒に寝ましょう。なに、どうわっ、やっぱり今のはいつもなら